私の専門は菌類、キノコ類の自然史です。慶応義塾大学経済学部生物学教室の粕谷大河です。キノコやカビなどの微生物を菌類と呼びます。私は菌類、特にキノコ類の自然史を主な研究対象としています。キノコは日々の食卓に彩りを添え、健康増進にも一役買っているなど、私たちの生活に身近な存在です。人工的に栽培され、私たちが日常的に食用としているキノコはわずか20種ほどですが、地球上には想像をはるかに超える数の未知のキノコたちが潜んでおり、その多様性の全貌は明らかではありません。そこで私は日本、中国、タイやベトナムなどアジアを中心とした世界各地でフィールドワークを行い、地球上にどれほどの種類のキノコが存在するのか、そしてそれらがどのように分布を広げ生きているのかといったキノコ類の系統分類、生物地理や生態に関する研究を続けています。フィールドワークでは森林、草原や砂浜など様々な環境でキノコを探し採集します。そして持ち帰ったキノコの標本を作成し、研究室で顕微鏡による観察を行い、胞子や細胞の構造などの特徴を記載します。またキノコの組織から DNA を抽出し、遺伝子の塩基配列情報を解析することで様々なキノコの進化の道のりを推測したり、地球上におけるキノコの分布拡大のプロセスを推定したりしています。さらに採集したキノコの胞子を発芽させて培養し、温度や栄養分など成長に必要な条件を明らかにするための実験も行っています。キノコの視点で自然界を眺めてみると、私たちのすぐそばにも知られざる世界が広がっていることに気づきます。例えば三田キャンパスの緑地で学生と一緒に調査をしたところ、クリプトマラスミウスというグループに属する新種の可能性が高いキノコや、日本ではまだ記録されていない種類などを複数発見することができました。また豊かな森が広がる日吉キャンパスでは、学生たちとキノコの調査を続けており、その成果を日吉の森のキノコ図鑑という冊子にまとめました。海外やなかなか行くことのできない山岳地帯や離島などで調査をすることも非常に魅力的ですが、身近なところでも新たな発見が次々と生まれる点も菌類・キノコ研究の醍醐味です。今後も菌類・キノコの視点から自然環境の複雑さと地球上の生物の多様性、そして生物と環境とのつながりを探っていきたいと考えています。私は日本各地で子どもからお年寄りまで幅広い年代の人々を対象にキノコ観察会やワークショップを行っています。さまざまな場所にフィールドワークに出かけ、菌類・キノコの姿を見つけることはまさに宝探しです。みんなで楽しく野外で活動することで、自然界の不思議や魅力を少しでも多くの人々に伝えていきたいです。また私は菌類・キノコの多様性や形態的・生態的特徴の解明に軸足を置いた研究を続けてきました。こうした研究が基盤になることで、新たな食用資源や薬用資源としての利用可能性の評価といった多様な菌類・キノコを対象とした応用研究を生み出します。地球は菌類・キノコたちで溢れていて、それらにはまだまだ知られざるパワーがあるんだということを、これからも社会に伝えていきたいと思います。